ヒメガマはガマ科に属する植物。多年生の中水植物で、故障やため池、水路などに生育する。全長は最大2メートル程度。葉は線形葉で幅5から15ミリメートル。花期は6から7月で直立した花茎に茶色のメバナ群とオバナ群をつける。花茎の上側にメバナ群がつき、下にそれよりやや太いオバナ群がつく。 メバナ群と、オバナ群は1.5から7.0センチメートル離れて、月、その間は、家系が剥き出しになっている。同族のモ子ガマとは、形態的に類似するが、ヒメガマの方が歯の幅が広いことや、モ子ガマのメバナにはヒメガマのメバナにある、症法がないことで、区別できる。また、同族のガマやコガマにも似るが、ガマやコガマのメバナ群と、オバナ群の間には、 隙間がないため、容易に区別できる。現在では特に大きな需要があるわけではないが、ガマ属の一つとしての利用法は存在した。稲葉の白ウサギの伝説とも関係のありそうな、漢方薬の方法は、内服すると利尿及び通経作用が、また外用には止血作用があるとされる。プランツプロフィールフォータイファドミンジェンシス学名は、ティ・アングスティフォリアともされるが、 神奈川県植物市2001では、これは、細葉姫釜に当てるべき学名であるとされ、姫釜には、T. ドミンジェンシスの学名を当てている。ハット ABC 核の P85、姫釜。熊本大学薬学部。2011年11月21日閲覧。ありがとうございます。